はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、簡単にまず今日のゲーム振り返ってもらいますか。そうですね、まあ今日は結構最初の方からリードを、まあ、立てられて、で、まあ、自分たちのアグレッシブなディフェンスからオフェンスはいい展開まで持っていくことができたので、まあ、点数がああいう感じになったんじゃないかなと思いますね。はい、10得点9アシスト、特にトランジションから竹内選手への、はい、素晴らしいアシストいくつかありましたけど、はい、竹内選手のコンビネーションいかがですか。そうですね、まあ、最近ちょっと個人的にはあまりまあ、スタッツなどは良くない試合が続いてたので、まあ、今日はなんていうんですかね、やっぱり自分も攻めながら味方の選手を探すというのに心がけていたので、まあ、竹内さんは安定に全部決めてくれるんで、そこはすごいやりやすいですね。ここまで16試合、はい、今日までの16試合で、まあ、ターンオーバーご自身で課題って言ってましたけど、はい、今日のゲームに関してはそうですね、今日はちょっと前半の方で1個、ちょっとケアレスなターンオーバーが1つあったんですけど、まあ、でもここ最近はそんなに多くないと思うんで、それを続けながら、自分らしいアグレッシブなプレーを続けたいと思ってます。今日はおじいちゃんとおばあちゃんも試合見に来てました、はい、いい姿見せられたんで。そうですね、今日おじいちゃんおばあちゃんと、まあ地元が神戸なんで、地元のまあ、家族とか友達がいっぱいいたので、その人たちの前で勝利して、まあ、いいプレー出せたのは本当に嬉しいです。まあ、今日ちょっと点差開いて、明日また今日とは違った展開になると思いますけど、はい、明日への意気込みお願いします。明日も、今日と全く一緒な展開に持ち込めるようにディフェンスから流れを作って、バスケットしていきたいと思います。お疲れ様です。